佐藤秀一ちゃんは初心者から、うちで中国習い始めた。で、週1回の受講で1回1時間、20時間受講しました。この2つの本は、ほぼ終わったんですので、今とても上手に旅行の話ができるようになりました。はい、どうぞ。今年3月、我和日本短期休假了。在日本，我见到了我的姥爷、姥姥和奶奶，还有表弟和表哥。我隔了两年才见到他们，我很开心。在日本，我吃了非常好吃的寿司，还有奶奶做的松茸拌饭。虽然是冬天，我们一起放了烟花。我和我的家人去餐厅吃了很多美食。日本之行很愉快。とても上手。